2009年チャールズ・アール・クロスはアメリカ合衆国の電気作家、ロック・ミュージック・ジャーナリスト、主にシアトルを拠点に活動している。音楽ライターとしてはシアトルのザ・ロケットというペーパーを1986年から2000年の15年間に渡って編集。バックストリッツ・マガジンというブルース・スプリングスティーンの公式ファン人の創立者、ローリングストーンや XY などにも寄稿。電気作家としては、ヘビアーザンヘブン、カート・コバーン・バイオグラフィーで2002年度、アスキャップ・アワードのアウトスタンディング・バイオグラフィーを受賞。他に、コベイ・ン・アンシーン、カート・コバーン知られざる、素顔、ジミ・ヘンドリックス鏡張りの部屋が出版されている。2004年、ヘンドリックスについて調査するうち、所在不明となっていた、ヘンドリックスの母の墓の場所を突き止めた。 ワシントン州レントンのグリーンウッドメモリアルパークという場所で、ここにはヘンドリックス本人の墓地もあるが、母の墓石はその墓地の一角の放棄された場所に存在しており、長年の工具によって泥が降り積もっていた。ヘビアーザンヘーブン、鏡張りの部屋ともにユニバーサルピクチャーズが映画化権を保持している。ありがとうございます。